アウトバーン19はドイツの高速道路アウトバーンの一路線である。北のロストックから南のビットシュトック、ドッセ付近まで 123km の路線を持つ地方道路である。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州の中部を北から南まで縦断し、ブランデンブルク州北部に終点を置く。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州の最大都市であるロストックを A24 と接続する役割を持っている。起点は、ロストック港にあり、スウェーデンとギリシャを結ぶ E55 号線の一区間でもある。ロストック付近の A19 ドイツ再統一後に、建設されたバルノートンネルの料金所、東ドイツ政府は、ベルリンと東ドイツの最重要な港町のロストックを結ぶアウトバーンの建設について百五十八年から、工事計画を開始した。 建設は1960年代初頭に始まったが、1961年から棚上げになった。当時ロストック市北部の短い区間だけ完成され、1963年に開通された。A19 の建設は1970年から再開された。しかし、数年後、ドイツ社会主義統一党幹部が交代し、新政権は道路建設より、 住宅建設の方を重視し、A19 の建設を中止しようとした。幹部内の A19 建設賛成者は、アウトバーン建設を継続するよう、政府を説得できたが、建設のペースが元の計画より遅くなった。A19 の全線開通は1978年に果たされた。なお、東ドイツはアウトバーンのナンバリング制度を実施していなかったため、 A19 としてではなく、ベルリン、ロストックアートバーンとして知られた。1990年のドイツ再統一後、A19 の舗装は修理され、路肩の停車線やパーキングエリアなどが新規に加えられ、本線を西ドイツの標準に合わせる工事が進められた。ロストック港付近の複数のインターチェンジは、もはや A19 と一部ではないと規定され、そのため、 現在 IC 番号の焦点は4で始まる。ロストック市内のバルノートンネルの建設で、起点付近の路線が変わった。現在本線は港港内の外を走るが、元々の起点は港港内にあった。2011年4月8日、カーベルストルフ IC 付近に車両を約80台を巻き込む大事故が起こった。強風が近隣の畑の土を舞い上がらせ、 砂嵐を起こしたことが原因だと見られている。巻き込まれた車両の中から約30台が燃えた。8人が死亡し、74人が重軽傷を負い、中に44人が病院に搬送されたことで、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州市場の最もひどい交通事故だとされている。ありがとうございます。